エルチェ、またはエルシュは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県に属するムニシピオ。公式名は二言語を、スラッシュで区切ったエレックス、エルチェ。エルチェの自治体域は、地中海に面しているが、中心市街地は、地中海から1 1トル内陸に位置する。2 0トル北東には、アリカンテ県の県とアリカンテがあり、人口約80万人に達する。 事実上のコナベーションを形成している。2017年の人口は228,675万人であり、バレンシア州第3位だった。南北に流れるビナロポ川が中心市街地を2分している。エルチェ市立公園に隣接してアルタミラ城があり、1961年には重要文化財に指定されている。イスラーム時代の12世紀から13世紀に、 建設され、15世紀には、レンガの外壁などが付け加えられている。1913年には、食婦工場に転用され、その後一時期は、エルチェ市庁舎として、スペイン内戦時には、刑務所として使用されたが、現在は、エルチェ高校歴史博物館として使用されている。エルチェの機構は、亜熱帯のステップ機構である。欠片の機構区分では、BSH である。 エルチェの貴婦人エルチェでは膨大な考古学資料が発見されており、エルチェの貴婦人の石像が有名である。この石像は、紀元前4世紀のイベリア人の時代に作られたと見られる。オリジナルの石像は、マドリードの国立考古学博物館にあり、エルチェにあるのは、聖地なレプリカである。現在の都市から 10km の位置にある遺跡、ラ・アルクディアがエルチェの起源である。 イベリア人によって築かれ、カルタゴついでローマに支配された。ローマはこの都市を、イリキと呼んで、植民都市とした。一時期ビザンティンに支配された後、西ゴートに支配され、司教座が置かれた。イスラーム支配の時代には、エルチェは重要性を失い、現在の位置からやや北側に移動された。キリスト教徒によるレコンキスタの過程で、1264年には、 ハイメ一世によって征服された。18世紀にこの都市は成長を遂げ、19世紀に鉄道が敷かれると、さらに産業が発展した。1930年代後半のスペイン内戦では、共和国派についたため、ナショナリスト派が勝利すると、戦後には報復を受けた。1950年代には、経済が回復し始め、1965年から1975年頃には、 主に、アンダルシア地方、ムルシア地方、カスティーリャラマンチャ地方からの国内移民によって人口が大幅に増加した。20世紀の大部分の期間では靴製造業が主要産業だったが、1990年代末以降には中国など輸入される安価な製品との競合で危機に陥った。エルチェ・ミゲル・エルナンデス大学エルチェはスペインにおける靴製造業の中心地であり、 1000以上の加工場がある上に、女性用高級靴のプーラローペスやパナマジャックが本社を構えている。口製造業以外の産業としては、夏目ヤ市、オリーブ、穀物、ザクロなどの農業があるが、農業は近年には重要性を失っている。また、ゴム製造業、雇用者の20%を占める貿易業、観光業も重要である。木製家具、コニャック、ワイン、 オリーブオイルも生産されている。エルチェ市庁舎から300メートルの市街地東部にはコンベンションセンターとしてエルチェ市会議場がある。バレンシア州最大の国際空港であるアリカンテ・エルチェ空港はエルチェとアリカンテの中心市街地からほぼ遠距離にある。高等教育機関としては1996年に設立された公立大学のエルチェ・ミゲル・エルナンデス大学。 1970年に設立された私立大学のセウ、カルデナルエレーラ大学がある。皇帝のヤシエルチェ市街地の至るところに野支園があり、その本数を合わせると約1億1000万本にも上る。2000年にはこれらがエルチェのシエ園としてユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産の登録地域は144万。 平方メートルであり、干渉地帯は810万平方メートルである。18世紀には、ヤシ園の総面積が現在の2倍以上あり、20万本以上の夏目ヤシが植えられていた。これらのヤシ園で最大のヤシの木は皇帝のヤシと呼ばれており、1894年にエルチェを訪れたオーストリア皇后エリーザベトにちなんで名付けられた。エルチェの神秘劇はエルチェで、 古くから上演されている宗教劇であり、聖母の秘書典が題材となっている。エルチェはイスラーム教徒によって築かれた町であるが、13世紀にキリスト教徒によって奪還され、15世紀頃に神秘劇が形成されたとされる。毎年8月中旬、聖母の秘書典を称える祭礼の際に上演される。この祭礼中の8月13日はネットデールアルバと呼ばれ、 市内各地で夜通し花火大会などが開催される。無形文化遺産保護条約の発行以前の2001年には人類の交渉及び無形遺産の傑作と宣言され人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載された。2009年9月には無形文化遺産の第1回登録で正式に登録された。エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレルエルチェに本拠地を置く。 サッカークラブとして1923年に設立されたエルチェ CF がある。エルチェ CF は33,732人収容のエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロをホームスタジアムとしている。エルチェ CF は1959年に初めてプリメーラ・ディビシオンに昇格し、その後の20シーズン中17シーズンでプリメーラ・ディビシオンに在籍した。 1968から69シーズンにはコパデルレイで準優勝した。近年では2012から13シーズンと2013から14シーズンにプリメーラディビションに在籍している。ありがとうございます。